アップルアイポッドタッチアイポッドタッチアイポッドタッチとは、アップルが開発、発売していたアイポッドタッチ第2世代目のモデルである。2008年9月10日に発表され、同月下旬に順次発売された。アイポッドタッチからの変更点は、内蔵スピーカー、ボリューム調整ボタンが搭載されたこと、背面ボディが湾曲したデザインになったことである。メモリ、容量は前。 モデルと変更点はない。ARM11 プロセッサ 400MHz から ARM11 プロセッサ 533MHz になり、処理速度が向上している。Bluetooth を搭載しているが、iPhoneOS 3.0ソフトウェアアップデート以降に、アップデートしないと使用できない。iOS 4.0から追加された、マルチタスク、ホーム画面の壁紙は、非対応である。 iPhone OS 3.0ソフトウェアアップデートにアップデートすると、Bluetooth が利用できるようになるほか、ボイスメモ、スポットライト検索、コピーペーストの機能が追加される。アップデートは有償で1200円かかる。本モデルからニケがサポートされた。別売のニケ対応のセンサーと接続することができる。接続するか、設定からニケプラスをオンにすることで、ホームに にて iPod App が追加される。歩数計、ワークアウトなどの機能が利用できる。iPhone OS 2.2が出荷時に搭載。iOS 4.21までアップデートできる。ありがとうございます。